皆さん、こんばんは。ヤンカーさんとのスピーカーです。私は毎週この鑑定前行動に参加しておりますが、この1週間という点では3つ重要なことがあったと思います。一つは、政府がこの間行ってきた国民的議論の一つの結論として、政府自身が国民の過半数は原発ゼロを望んでいると認めたのが偉くなったことであります。にもかかわらず、昨日の民主党の方針では2030年代までに稼働原発をゼロにすることを目指しているんです。だから2030年といったら、2030年代といったら2039年までですよ。27年も先、こんなに負けるわけないじゃないですか。皆さん、これはあまりに遅すぎる、あまりに曖昧です。こんな先送りではなくて、今すぐ全ての原発を落ちて、もう一つは、皆さん、今日の野田首相の記者会見で、現職委員長の規制委員会の委員長の人事について、国会に諮らずに首相の権限で任命するということを首相は言い放ったんですけど、皆さん、皆さんね、世論も国会も冒涜する暴挙は直ちにやめます。これを言うだろうか。国会の聴聞会で田中俊一氏はこう言いました。原子力はコントロールできる。しかし、コントロールできないことが証明されたのは福島の事故じゃありませんか。田中さんはこうも言った。安全な原発を開発してくれ。しかし、安全な原発などありえないことが証明されたのが福島の事故じゃないですか。こんな事故を規制委員会の委員長にしたら、規制委員会が推進会になっちゃう。現職規制委員会委員長人事撤回しよう。最後に皆さんと一緒にコールしたいと思います。